ほにゃららに当てはまる語を書きなさい。北海道はもともと先住民族であるアイヌの人々が住んでいた土地でした。明治時代になって、明治政府はこの地にほにゃららという役所を置き、移住者を多く集め、欧米の農業に学んで農耕地を広げました。答え開拓史もしくは北海道開拓史メソポタミア文明エジプト文明インダス文明中国文明。 これらに共通する特徴として適切なものを次の「あ」、「う」、「え」の中から一つ選びなさい。「あ」、「大河」の流域で成立した。「い」、イスラム教を信仰した。「う」、東アジアで成立した。「え」、太陽暦が主に用いられた。答え「あ」、「大河」の流域で成立した。オーストラリアの国内に暮らす先住民族として最も適当なものはどれか。「あ」、ヒスパニック。「い」、「マオリ」。「う」、イヌイット。 アボリジニ答え、アボリジニ,ニ1885年内閣制度が発足しホニャララが初代内閣総理大臣になった答え伊藤博文ホニャララに当てはまる言葉をかけ1929年ニューヨークの株式市場で株価が大暴落しホニャララに発展した答え世界恐慌難問 1951年以降に起こった出来事を次の REUA から3つ選び、年代の古い順に並べよう。A。石油危機の影響で物価が上昇し、トイレットペーパー売り場に買い物客が殺到した。イ、e ・満20歳以上の男女による初めての衆議院議員総選挙が行われ、女性議員が誕生した。ウ・男女雇用機会均等法が施行され、雇用における男女間の格差の是正が図られた。エ、e ・アジア最初のオリンピックが東京で開催され、 女性選手の活躍が話題となった。答え、え、あう、法の下の平等に関して、言語、性別、年齢、障害の有無にかかわらず、あらかじめ利用しやすい施設や製品などをデザインすること、またはそのようなデザインを何というか。答え、ユニバーサルデザイン。弥生時代、西日本から東日本へ稲作が広まり、人々の生活や社会の様子も大きく変わりました。 次のあいうえのうち弥生時代の日本の様子について述べた文として最も適切なものはどれですかその記号を書きなさい。あ渡来人によって鉄製の農具や水液を作る技術が伝えられた。い豊かな自然の恵みを祈るために土偶が作られ始めた。う王や豪族の墓として前方後衛墳が作られた。え名の国の王が艦に使い送り金印を与えられた。 答え、商品の,の王が官に使い送り、金を与えられた。業者が商品の重要な項目について事実と異なることを伝えるなどの不当な勧誘を行った場合、消費者はその業者と結んだ契約を取り消すことができる、このことを定めた2001年に施行された法律は何か。答え、消費者契約法。次の説明文は、日本の選挙制度の一つである小選挙区制の特徴について述べたものです。 説明文中の下線で示された語を簡潔に説明しなさい小選挙区制は比例代表制に比べて選挙区ごとに1名しか当選しないため指標が多くなりますその反面いずれかの政党が単独で議会の過半数を獲得しやすく政権が安定すると言われています。答え落選者に投票された票のこと